するしない。どうも、えなたいこです。さあ、今回は新しい情報があるということで、こちらなんとマーチャモッチが新たな帯番組始まります。ということで、お二人が来てくださったんですか。はい、自己紹介お願いします。はい、マーチャモッチ編集長の佐田静香です。よろしくお願いします。イエーイ。高衛生日本プロ麻雀協会の鶴見ひかるです。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、はい、ごめん全然わかんないんですけど何もうなんかカッコ借りでニュース、はい、ニュースの M 版かな。そうですね、麻雀のニュースかな。M リーグのニュースとか。あ、そういうことで麻雀の M ね。はい、麻雀の M です。それの今日はお知らせをしてくださると、はい、いうことですか。はい、いろいろ飛び散ってますけど、どういうことですか。何やるんですか。ですね、はい、こういった M リーグの結果ですとか、麻雀業界のニュースを分かりやすくお昼にお届けしていきたいと思います。これちょっと立ち上がってですね、こちらのパネルなんとかを用いてですね、本当ニュース番組さながら皆さんに情報をお届けするという。番組になってます。麻雀のニュースなんですね。はい、そうです。はい、じゃあ速報が見れるってことは前日の M リーグだったり。はい、あ、めちゃくちゃいい、新しいですね。はい、そうなんです。なるほど。で、これはもう各団体だったり、あんなことやこんなことがありましたみたいな。はい。はい、なるほど、なるほど。今までないパターンですね。そうですね。お昼になって、これ生でしょ。はい、生で。お二人はずっと、はい、うわ大変。ヒーヒー言うとります。他には何するんですか。じゃじゃん。弊社独自のシステムを使って M リーグの全選手のスタッツなどのデータも公開させていただきます。数値で出るってことは色々。はい、怖っ。あいつ全然裏取らないやつがあるんですか。基本はまあリーチ率とか風呂率とかになると思うんですけれども、はい、そういったことも公開していけたらと思っております。面白い、はい、いいじゃないですか。はい、よろしくお願いします。じゃん。視聴者参加型の勝利予想コーナー M ターンというものを企画しております。何これ、どういうことですか。ですね、その日の対戦カードが出るじゃないですか、うん、そうですね。その日の対戦カードで1位2位を皆さんと私と鶴見さんでこう予想勝負というか、で最終的に、まあ、誰が一番的中率が高かったかっていうことを競っていきたいなと思っています。1日2試合ある中の1試合目の1位2位と2試合目の1位2位を当てていくってことですか。はい、そうです、そうです。わー、はい、ですね、視聴者の方に的中率が高かった場合にはプレゼントなど、はい、予定しておりますので、ぜひぜひですね、ご参加いただければと思いますので。これ選抜が出てからやるんですかね。選抜が出てるチームもあるし、まあ、お昼の時点なんで出てないところもあるんで、じゃあ選抜で私がこう先に出てた時に私が1位2位に入ってなかったら相当揉めるそこはちょっとやっぱこう忖度あるんで。なるほどね、あるかもしれないね。なるほど。なんですけど結構熱いじゃないですか。はい、というコーナーも企画しております。ありがとうございます。はい、まだあるよ。はい、続いてはですね、ま、はい、続いて、はい、ドン、何するしないメンバーが多数ゲスト出演いたします。イエーイ。これ、私たち行っていいってことだ。はい、ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。でも、はい、突撃していいですか。あ、大丈夫です。不意にやってきたでも、はい、あ、はい、もちろんです、はい、今日はちょっととか言われない帰ってくださいは言われない、はい、結構行きたいんですよね。あ、本当ですか。邪魔じゃない。あ、全然うざくない。全然もううざくない。ありがとうございます、はい、じゃあ、ちょっと誘って仲間も、はい、行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なのでですね、出演してくださるプロ雀士の方、ご募集しておりますので、はい、たくさんに紛れて、他も手に入れようと、そういうことですね。そう、新宿近辺遊びに来たよっていう方、お昼時間暇だなって思った方は、一回とりあえず麻雀ウォッチのツイッターの方に DM いただいて、出ていいかい、ダメかっていうのをですね、ちょっと聞いていただければな。ガチじゃないですか。もう誰でもいいから来てと。でも2人だけじゃきっと間が持たない時もそんなことないよ。かもしれない。だけどまあ利用できるものは何でもいい、はい、もしかしたらね、お寿司も出るかもしれない。本当ですか。お寿司も出るかもしれない。お寿司のイラストでこれ見よう。このそういうこと本当に期待してください。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ詳しい日程の方ですね、こちらご覧いただければと思いますが、はい、はい、
10月1日から毎週月火水金お昼の12時半から放送予定でございますので、はい、ほぼ毎日やります。週4は頑張るねぜひ来ていただきたいみんなにね。ぜひぜひ。週4はさすがにちょっと2人で回すと大変な気がするんで、そうですね、1ヶ月目ぐらいで喋ることがなくなるまあいろいろ新情報もあるから、ね、多分かなり盛り上がっていくと思います、はい、うん、でも週4でじゃあこれから朝から化粧して昼には放送でってことですね、はい、そうですね、すっぴんで会社に行けなくなりました、ね、ぜひ皆さんこちら週4ですけれども、これお昼の日課になると嬉しいですね。そうですね、はい、皆様ぜひご覧ください。はい、最新情報どこよりも早いのはここですもんね、はい、マージャン持ちのおそらくミュースになりますもっといいタイトルがあれば募集したいと思います。はい、それでは佐藤さんと、ね、須田さん今日はありがとうございました。頑張ってあの新情報届けてください、はい、というわけで皆さん新しい情報こちらぜひ注目してください。バイバーイ。